僕だけが特別なんて、どうしてそんなことが起きるのさ。都会にはこんなにたくさん人がいるのに。それはお前が異能力者だからだ。は？お前が特別なのはお前が異能力者だからだ。異能力？そう！ランポ君？ミノウラさん！指最高！暇だ。ポー君、何か面白い話しろ。無茶ぶり！バカか君は。は？いや、疑問形は失礼だな。バカだ君は。友達少なそうな顔であるな。君、人のこと言えない。え？先生？先生すごい？本人も収納されてた！秘密の場所で食べる駄菓子って美味しいよね。イエーイ。あ、掃除してるの？ならこれ捨てといてよ。あ、じゃあなるべく静かにしてね。まあまあ刑事さん、ランポさんは終始こんな感じですから。何しろ僕の座右の銘は、僕が良ければ全てよしだからな。今世間を最も騒がす。やだ、ミステリー。近所の子供と遊んだ方がまだ有意義だ。なんで餅だけ残す？だって甘くないんだもの。あの候補者と一緒に審査するわ。他にも希望者がいるの？じゃあ僕が採用されるわけないじゃないか。審査するって言ったでしょ。いや、おばさんはもう僕を採用しないと決めてるね。メガネがない。ん？あれは社長から貸しされた特別なメガネで、僕の異能力発動に必須だ。頼りにしてます、ランポさん。分かってればよろしい。そう、君らは探偵者を名乗っておいて、その実去るほどの推理力もありゃしない。この探偵者が探偵者であるのはみんな僕の異能力超推理のおかげだよ。あ、小田作万がいる。え、本当か？嘘だよ。面倒、地味、退屈。コツコツ調べ物とか聞き込みとかは探偵の仕事で、名探偵の仕事ではない。にゃケンジ君。はい。近所にいい感じの殺人事件ないか調べてくんない？いいですけど、後で社長に怒られますよ。やっぱいい。ランポ君と。恥ずかしがり屋なのかな。僕は異能力者だって。今さら一般人なんて格好がつかない。絶好調じゃないか、ランポさん。違う！あ、ダメだ、これ4コマ漫画載ってないや。ねえケンジ君、湯船でクロール競争しない？いいですね、楽しみです。ケンジ！ねえ、聞いていい？ここにいるお客さんはみんなお金を払ってこの劇を見に来てるんだよね。こんなオチが丸分かりの話見せられてなんで怒らないの？おい、あの人が犯人だよね。最初の5分でわかるでしょ。だ、いい加減にしろ。クロールは他のお客さんの迷惑ですから絶対ダメですよ。ああ、じゃあ平泳ぎで競争しようよ。はい、いいですよ。ケンジ！僕は異能力者だ。だからこの世界では何の力もない。あのメガネをくれたのは社長だ。社長が僕に嘘をついてるって言うのか？一緒に遊ぼうよ。京香ちゃんたちと折り紙も楽しいよ。そんな子供っぽい遊びしない。え？やっぱりみんなには僕にだけ理解できない何かがある。わからない、怖いよ。世界中のみんなが怪物に見える、僕にだけ理解できない怪物だ。僕は一人怪物の世界で生きてる。あの時も、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 今までの苦しみは全部僕の中にじゃなく僕の周りに問題があったってこと？そういうことなの？そうだ。誰も僕を憎んでなんかいなかったんだ。大した問題ではない。大丈夫？何をしている？これは私用の送迎車だ。暑いよね、冷房入れて。聞いてる？なかなかランポ君と仲良くできないな。あ、
今日は二人のために特別なおやつが出るって。特別なおやつが、特別ボーナス昇進結構ですよ。どうせ褒めてやる。そこまで言われちゃしょうがないな。よっと。ほら案内係。お、僕一人じゃ探偵社に帰れないでしょうが。歩いて5分の場所に駅がある。地図を書こう。やだ歩くのめんどくさい。おお。正直驚いた。切符の買い方、改札の通り方、ホームの場所、本当に何にも分かんないとは。バスも電車もめんどくさい。っていうか僕電車の乗り方分かんないし。小学生か。そうだ、歩くのが面倒だから君の背中に乗せてくれ。人間にする要求ではないぞ。ごめんなさい、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 また後でね。